こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、ツタヤ限定ですね。ツタヤ限定スマッシュになります。どっちなんやろ？ペンテルスマッシュツタヤ限定ですね。ツタヤはカタカナ、アルファベットの方のツタヤですね。で、ちょっと僕の方でも勘違いしてたんですけど、これちょっと先日買ってきた4本なんですけれど、こちらがね、ローマ字表記のツタヤの限定からの第1弾。青軸、赤軸ですね。で、ちょっとネット探してたら、2018年の12月の段階で、表記されてるのがあったので、まあ多分それは間違いないとは思うんですよ。で、今回、こちら、ブルースカイブルーとスノーホワイト。っていうのが2019年の12月21から発売ということで、ちょっと僕の方で勘違いしてましたね。以前紹介させてもらったのは、ツタヤ書店っていう漢字で書いたツタヤ書店限定。まあ、あちらがホワイトバイオレットが第1弾で、スカイブルーグリーンが第2弾ということで、まあ、だから こちら、あえて言うならこちらから紹介していきたいので、まあ、この、ツタヤ限定ですね。ブルースカイブルー、スノーホワイト軸はまたちょっと後日紹介していきたいなと思います。なので、ちょっとまあ、古い情報になっちゃうんですけれど、先にこちら、ツタヤ限定の青軸、赤軸になります。いろんなこと書いてないかな。ちょっとじゃあ開けていってみましょうか。破けてしまった。これが嫌だね。こちらが赤軸です。ちょっと赤とは言ってもちょっと薄めの赤ですね。薄めの赤に、白でプリント、ロゴプリントされてます。それと持ち手とラバー部分、それからクリップのく部分がマットブラックになっています。なかなかいいですよね。で、こちらが、青軸になります。よいしょ。持ってたけど紹介してなかったって感じかもしれないですね。このブルーはなかなか発色のいいブルーですよね。で、ちょっと濃いめのブルーに、白でプリントされたスマッシュ 0.5 ペンテルジャパンからグリップ部分持ち手のとこが、マットブラックか、クリップ部分もマットブラックで、ノック部分もマットブラックっていう商品になります。これなかなかかっこいいですよね。まあ、この2色、いいんじゃないですかね。前回ね、これのグラフ線が出たのでちょっと紹介させてもらったんですけど、その時のグラフ線よりは青は近いですけど、赤はちょっとちゃうかな。ちょっと出してみましょうか。ちょっと出してますね。こちら同じ売り場に同じように並んでたんで、まあクオリティとしてはどうでしょうかね。まあ全体的にちょっと赤の色はともかくとして、クオリティとしてはすごい似た感じに仕上がってますよね。ノック部分もキャップも黒で、から持ち手がマットで、クリップもマットっていう、なかなかかっこいいですよね。で、ブルーの方なんかは逆に色、まあまあ近くて、コンセプトが一緒っていうような感じがよくわかる商品になっていますね。これはなかなかいいんじゃないですか。これもうブルー好きとかにはもうもってこいの商品かななんて思ったりしますね。まあレッド好き、似てますよね。まあこっちはちょっとシルバーかな。じゃあ白ですけど、まあいずれにしてもこれいつやったかな、ネットちょっと調べたら2018年の12月2日にちょっとネットにアップされしてる方がいてたんで、まだ再販という形になるとは思うんですけれど、2019年の12月、ついたんやったかね、30に、覗きに行って売ってたんで購入してきた商品になります。ので、まだ買えますんで、まあ、これちょっと余裕で探してみてはいかがでしょうか。
まあ、また限定品に限らず、またいろんな商品紹介していけたらいいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。